写真集を買いに来ました。わっ、ギリギリ。このポストカードは今日までなのでギリギリでございます。こんばんは。なんかね、ふとした瞬間に咳が出る。ちょっと待って。本当にふとした瞬間に配信で買えないのでネットで買いました。ねえ、見ました、ありがとう早くなるといいですね。そうなんですよ、ハスキーじゃない。ちょっとメンバーさんの人が本当パセリとかだよね。そうくらいに訴えたいんですよね。へえ、チワプーくらいになるといい。どういうこと？ありがとう。こんばんは。最強のシティ曲にハマりました。ありがとうございます。私のご利用しで。TikTok2 回と今日の恋ラジで流したから、あれ歌いたいんですよね。あなたの存在が私を照らしてくの、巡り合えたあなたは私にとって一生の星。わあすごい、アクタさん、なるみさん、モンタロウさん、中野エクさん、写真集ゲットありがとうございます。私はよくお家で歌ってるこの曲。あの子のいない毎日で私は正直生きていけない、しがない社会に思えないためのこれ歌いたい。月末ジャストミートさん、写真集ゲットありがとうございます。知らぬ間に月末よ。こんばんは。何やってるの？声が全開になってからカラオケ行きたいな。可愛い髪がするかない。本当はねツインテールじゃなかったんですけど、まとめ髪してたんですけど、そう、それをほどいてお団子しとったんよ。本当はね、それをほどいてこうしてもらいました。 M 健さん、写真集ゲットありがとうございます。ねえ、ダムとジョイサンドどちらですか？ダムです。ショールームがダムだから日頃からダムにするようにしてるけど、ジョイサンドにも行く。あのね、セプト楽曲とかジョイサンドですもんね。こないだのジャズの時の道のスクショねえ、可愛く写ってました。今月も毎月道に会うっていう目標達成できたからすごい。2月も3月も
いけるかしら。全知全能、聞く出番の暗闇。本日は暗闇が発売されてから6年になります。モジさん、変身シュゲットありがとうございます。こんばんは。ちょっと途中で咳が出たり歌えなかったりするかもしれないんですけど、聞いてください。暗闇。星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識。どこかで消えていった光を知っているのか。僕は始まってもいない。欲しいものいらないものも見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。
ちょいちょい。本当はもっと歌いたいけどやめとこ。明日も公演があるし。いい歌だな。こんばんは。なんかしんみりしてきたな。しついてきたな。台で見たりしても確かに喧嘩が懐かしい MV。 確かにもう喧嘩した人みんないないけど、ハスキーバージョン喧嘩したメンバー全員いなくなっちゃう。そっか、森面5人しかいないんだ今。けんちゃんさん、写真集ゲットありがとうございます。明日から違うポストカードになるので、もうこれはゲットし納めでございます。2月はどんなポストカードでしょうか。確かにダンポポさんのお好み焼き懐かしい。2月のポストカードも楽しみ。2月っぽいよ。2月っぽいポストカード、白鬼使いさん写真集ゲットありがとうございます。ありがとうございます。下の花大会行くので、あ、ありがとう。今年初めて道にあるので楽しみ、イエイ、楽しみましょう。花誰、父のいない STA って想像できないから震えてる。本当？私はでも誰がいない ST も想像できなかったですけどね、今までも。12日のライブは千代ちゃんも来るので。そうですよ、千代ちゃんが来てくれます。嬉しいね。おきちゃんも来てくれるし、はぁ、体調悪そうやん。え、超大丈夫なんですけど。ちょっと待って、お茶持ってくるわ。来い。ちょっと今パジャマのズボン履いてるから見せられないや。チェックにボーダーくー、ミュートできなかった。なんかさ、喉が痒いんですよ。でもね、あれなんだって、アレルギー、アレルギーらしい。私花粉症らしい。大丈夫、明日病院に行くから。私は初ソロコの千秋楽に飲んでのゲストにヒッピーさん登場にはシークレットゲストみたいで驚いた。本当？治りかけなの。
ちゃん、ちほちゃん、葵ちゃんとの DD の場合どんな表情でそれを込めればいいのか。え、その4人なんですか。じゃあもう最高じゃん。食事は最高のエネルギーチャージ。食後にリンゴジュースやオレンジ。でもね、最近はね、オレンジジュースめっちゃ飲んでます。ビタミン取った方がいいかなと思って。あとなんか歌の先生がビタミン D を取ったら花粉症が和らいだって言っとったけん、私は今日ビタミン D を買って明日お家に届きます。葵ちゃん、おきちゃんといえばゼストも一緒ですね。みちさんもたくさん出番たくさんやばいなんでこんなに文字が読めない。ではたくさんありますか。わかんないんですけど、まだ詳細はまだわかんないんですけど、あるんじゃないかな、あると思ってるけど、私はないかな。あるでしょ。だっていっぱい曲があるし、ありがたいことに。皆さん、皆さん、3月12日は何をしてますか。ケンちゃん、あれ、これ読んでないの。ケンちゃん、写真集ゲットありがとうございます。けんちゃん、ありがとう。そして月末なっかん大福さん、今日2冊目ありがとう、なっかんさん。そしてよしのりさん、写真集ゲットありがとうございます。 Thank you。 な、昔からおじいさん、写真集ゲットくるみ、なんだっけこれ、落花生、多分お仕事。そうなの。うん、めっちゃお腹鳴るんやけど。ズーさん、写真集ゲットありがとうございます。このポストカードが届きますので、一緒にお楽しみに。3月にはある人の誕生日。あかり、おそらく異世界にいます。私も。皆さん、3月12日私と一緒に、私と葵ちゃんとおきちゃんと一緒に異世界に行くには今日決断すべきですよ。あとちょっと、59分までに。最近葵ちゃんと一緒が多いね。最近かな、最近かな、結構ずっとじゃない。ムニさんに待ってますと言われましたのでね。待って待って、私じゃなくてムーニさんの言葉で動いたってこと。ひながおるけん行こうとしよったけど、ムーニに言われたけん、まあ行こうとしとったけど、行くよって感じってことでしょ。楽しみですね。エンスラシが使う、2月のポストカードいつ公開。明日じゃないかな。オーディションって言ってもらいます。今ね、セプトがねオーディションを開催してまして我こそはお芝居自信があります。世界得意ですみたいな方、一限枠出てみようかな。
おお、バク転とかできたらいけるんじゃないかな。なんて言ったらいいの、いけるって、受かるとかじゃなくて、あの一芸、あのアクロバットの方がいらっしゃるので。年齢制限あるのかな、ちょっと見てないですね。今見てみるね。私が今日ね、リポストしました。危ない、ツイートって言おうとした。可愛かったですよね、ひなのさ、ひなの呼びかけ。これポストして、これリポストして、これこれリポストしてください。全然いっぱい飛んだの、つさん言った、りょうすけピンクさん、写真集ゲットありがとうございます。ありがとう。くにも出れるんじゃん、合格したら。駅前広告への張り出し、すごっ。駅前広告への張り出し、出演者枠、えっ悔しい。わしも審査員やりたい。応募、応募条件、18歳から30歳までの皆さん、かっこ一芸枠については年齢問いません。経験、舞台以外のステージ経験者優遇、ライブやダンス、その他一芸でのステージ披露など。プロフィール、氏名、生年月日、年齢、性別、身長、経歴、写真、動画、自己 PR、 特技披露。その3、応募技能、おお、得意分野を選ぶんですって。お芝居、歌、楽器演奏、ダンス、その他一芸。何にしようかな、私。こんばんは、フリフリ選手権。新宿駅前のビデオにめっちゃ映る。え、そうなの？今も？難しい。芝居、歌、楽器演奏、ダンス、その他一芸。どれにしたらいいんだろう。確かに。愛でいこうかな。一芸、愛。演習率言おうかな、演習率。私は楽器演奏行ったく、確かにいけるじゃん。フェイタ、フェイタリズムのパンフレットの全キャストの夢を、夢じゃない、運命、運命とは、パッとキャスト名言っていただけたら、なんて答えてたか言いますみたいな一芸は。セプトアイ、楽天とかアクロバットは近さもあるしな。でもさ、上手下手から両方から来たらさ、すごいからさ、一人じゃなくてもね、二
二人になると倍のあれだもん、力です。ボイパできるんやない、ボイパ。プッツクパッ、プッツクパッしか言えんねっけ、言えんけど、プッツクパッ。こんばんは。ジャイアンの声真似できてるじゃん今。ジャイアンの声真似、嘘。おい伸びた。すっごく元気な通行人役なら頑張れる可能性あります。いける？それ。私もバイパー始めよう。トランペット、お、すごい。管楽器って今まであるんかな。まあでもね、ガチャガチャの両替機のオーディションならいける。何それ、気になる。逆によく使います、私ガチャガチャの両替機の。厳しいよ、だから私がさ、あれだよ、審査員におったらめっちゃ厳しい、それ。ガチャガチャの両替機のオーディションだってめっちゃ分かってますもん、私何回も使ってるから。どうやってやるん、500円かける2みたいな。100円。ビートボックスのトランペット、声でトランペットってこと。あかん、自分に何も取り柄がなかった。そんなことない、気づいてないだけだよ。大丈夫大丈夫。皆さんはもう取り柄を持ってるから。誰かを応援できるなんてすごいことですよ。それが一つのもう取り柄であるから、自信を持って。声やばい。自信を持って押しを押して。大丈夫。こんばんは。誰かを心から応援できるなんてすごく素敵なことです。声大事にしてもね。はい、コンスタントに体重増やす。ちょっと一回目どうしようかな。なった。はー、本当にやばいな。黙っとこうかな。アマゾンで買ったのが合わなかったのでは。何それ。セブと出演全セリフ覚えてるとか。今までのですか。覚えてない覚えてない。フェイタとかは覚えてたけど、昔ね。うちの席アクリルみたいに映る、なんで最悪じゃん。お、ブルー台湾さん、写真集ゲットありがとうございます。ケーセティさん、写真集ゲットありがとうございます。ケンタロウさん、写真集ゲット。みんなラストだよ。明日の声ね、楽しみだね。ピアノするね、歌して。ピアノ弾けるの、すごいじゃない。バンバンか。明日退院して自宅療養。おおめでとう。大事に、安静に。マストバイナウ。ワンスパイナー。歌うなって言われた。神のおぼしめし。チップ舞台の考察好き好きを一致ゲーム。めっちゃいいじゃんそれ。それめっちゃいいじゃん。
セプト考察一芸めっちゃいいじゃん、やりなよ。先生購入しました、届くの楽しみ、ありがとうございます。結構先になっちゃうんですけど待っててください。そして明日は、明日から(笑)ゲットできるポストカードが変わるので待ってて、見てください。それもこちらも指定法程度結成されてから6年経ちますね、のほぼ7年ですね。メジャーデビューからは今日で6年、やった。サイちゃん、トロちゃん、おしさん、人生ゲットありがとうございます。このポストカードが届きます。ちーさんさん、成人賞ゲットありがとうございます。このポストカードが届きますので待っててください。写真集発売おめでとうロブ、ありがとう、ありがとうロブ。こんばんは、1月の道もありがとう確かにみんな2024年1月ありがとうございました。もうこんなに1ヶ月が早く終わるなんてびっくり。ティーヒロさん、写真集ゲットありがとうございます。ねえ本当にごめん、イヤホンで聞いとる人とかしんどいよね。32、アチチュードさん、11、ホークさん、10位カズノリさん、9位ブルーさん、8位リョウさん、7位風みどりさん、6位ウマチュアさん、5位モクモクさん、4位シロウニツカイさん、3位トシヒロさん、2位月末ジャストミートさん、そして1位はトゥルルルジャン月末中野エクさんでした、ありがとう。泣きナンバー22、トゥルルルジャン長谷川さん、ありがとうございます。皆さん明日も